川端です。よろしくお願いします。今回はですね、ここの角度を求めなさいという問題なんですけど、70度、80度、AM、BM 等しい、AC、BD が等しいということなんですけれども、実はですね、この動画の前にですね、この問題のね、解説動画を上げたんですけども、その時にですね、この問題はこうやって解くだろうっていうね、視聴者さんからのね、厳しいツッコミというか、別解こうありますよってことでね、教えてくださったので、確かに、ね、こっちのやり方の方が断然いいわと思ったのでね、その、視聴者さんがね、説明してくださったね、解き方で解説していきたいというふうに思います。今、AM と BM が等しい、AC と BD が等しいっていうことからですね、この三角形をですね、180度、M を中心に、180度回転させてしまいます。いわゆる天体小移動とも言えるんですけど、D のところですね、これ180度移動させて、ここと、ここは DM と、こう D' としましょうか。MD' が等しくなるようにして、で、ここにピーッと引っ張るわけですね。と、この三角形とこの三角形ね、合同になるようにこう180度回転させました。で、そうやった理由としてはですね、今、AM と BM が等しいっていうことで、ここちょうどね、BM と AM がこう重なるということですね。この三角形をこう回転させたら重なる。で、あとは、AC の長さと BD が等しいんですけども、この BD の部分が、この図で言うと AD' なので、ここの長さですね。こっからここの長さ。こっからここの長さが等しいと。で、こっからここも等しいので、この三角形 ACD' が、これ二等辺三角形なんですね。ということなので、この二等辺三角形、つまり、AD' と AC が等しいので、それをうまく使って解きます。そうすると、今ここ80度で、ここ80度ですね。で、ここ70度なので、ここの角が出ますね。ここの角が180から80と70引いて、で、これ計算すると、30度という具合になります。そうすると、ここが30度なので、AD' と AC の長さ等しいから、ここ30度だったら、ここも30度ですよね。ということで、答え30度ということになります。ということでね、まあ、これね、180度回転させて重なった二等辺三角形できておしまいじゃんということでね、わ、確かにその通りだなと思ってですね、本当にね、ちょっとこれね、まあちょっと算数的なね、解き方かなと思うんですけどね。ちょっとどうしてもですね、私自身ちょっと頭が硬いもんでね、あ、なんで気づかなかったんだろうと思ってね、非常になんかショックを受けると。どうしてもね、あ、この問題はね、まあ先ほどはね、ちょっとメネラスの定理、お、これ、お、なるほどな、つってね、自分の中ではね、結構、もう、なるほど、面白い問題だと思ったんですけどね、こうやって解いた方がね、まあ良かったですね。はい、ということですね。ちょっと私自身ね、ちょっとなんか自分のね、不甲斐なさにね、ショックは受けてるんですけども、どしどし今後もですね、別解のコメント待ってますので、ぜひ、このやり方いいぞという方がね、いらっしゃったらね、どんどんね、私の YouTube のコメント欄に書いてください。ちょっとね、何もしないとね、なんかすごい炎上しそうな感じがしたのでね、今回ね、急遽動画を撮ることにしました。以上で解説終わります。では。